今リーファとシノンにアインクラッドのことを教えてあげているところなのよ。で、アインクラッドでの食べ物は死亡にはならないというわけ。それでいくら食べても太らないと。ダイエットにはもってこいだよね。食べ物も大事な話の一つだよ。この世界の数少ない楽しみの一つなんでしょ。うん、食事をしなくても倒れたりしないけど、やっぱり美味しいものを食べないとやる気が出ないよね。食べ物の種類は少し不足気味だけど、それでも美味しい食べ物はいっぱいあるわ。料理スキルを上げてる人に食材を渡してオリジナルの料理を作ってもらうのもいいですよね。 NPC の店で売ってない味は貴重ですもん。料理なら私に任せてね。どんな食材でも美味しく調理してあげる。それはちょっと楽しみかも。でも下の層にも行ければもっといろんな食材とか集まるんだけどね。そうなんですか。どうせこの世界に来たんだったら下の方もどんなところなのか知りたかったな。上の層にも美味しい食べ物はきっとたくさんありますよ。ちょっと待って、私が食べ物だけを楽しみにしてるみたいに聞こえる。違います。でも下の層か、いいところもいっぱいあったわよね。キリトさんと行った47層は花がいっぱいでとても綺麗でした。全面湖の層とか。それって61層のセルムブルグのことだね。私の家があったところだよ。あそこは楽しめそうな場所なんかないんじゃない？ちょっと治安が悪そうだし。でも治安が悪いって言っても街の中は安全だって言ってなかった？街の中はアンチクリミナルコード有効圏内、通称圏内って言って、他のプレイヤーを傷つけたりはシステム的に不可能なんだけど、それでも抜け道があったりするの。例えば寝ている人の手を操ってアイテムを勝手にトレードしちゃったりだとか、もっとひどい話だと勝手に完全決着デュエルを申し込んで寝ている相手を殺すなんてこともできるの。なるほどね。人間がやることなんてどこも同じってことね。まあそんなことするのは一部の人間だけよ。もちろん用心はしないといけないけど、ずっと気を張り詰めていてもめいっちゃうだけだしね。これから先にも楽しいことなんかがたっぷりあるわよ。そうですね、楽しめるところは楽しんでいきましょう。じゃあせっかくだし今日は二人にアインクラッドを存分に楽しんでもらおうよ。それいいわね。最初は何から行く？まずは料理かしらね。いいわよ、この世界のいいところを存分に味わわせてあげるわ。